ま、寝袋に入って、じゃあもう今日はおやすみなさい。また明日。はい、皆さんおはようございます。芦川久保の道の駅で一晩明かしました。昨夜の地震はみんな大丈夫だったかな。ここは停電もなくてね、結構揺れたけど大丈夫でした。これから朝ごはんにします。すごい。いや、これすごいね。あららららら。
道の駅で秩父餅というのを買いました。ああ美味しそうですね。家に帰ってからいただきます。自分へのお土産です。